にちは、絶望フットボーラーです。751日目ネクロール連続10回挑戦ですね。今日もまあ楽しく真剣にやっていきたいと思います。やっぱり、ね、どうしても、前回こうやっていくうちにだんだんこうこっちの方にこうボールがずれていっちゃうので、やっぱりなるべく体の中心でボールを上げていくっていうことをですね、まあやっていければなと思っています。よし、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあネックロールの方ですね、いきますので今から5分間やっていきます。よし、風が強い。流れでやりたいですね。なんか、ワンクッション置いちゃってる感じがするので、ここは今ちょっとこっち側で上げちゃってたんで、ボールが向こう行っちゃいましたね。しましたね、4回目の時ボールが。よっしゃ、ですよね。あれだな、もうちょっとなんか今なんかこうなってる感じがするので、こっちはもうちょっとなんだ、お尻を少し上げて平らにする、多分こんな感じがいいんじゃないかな。じゃあちょっと横向きで今度やってみよう。
しい。欲しいな。今6回、次7回目行こうとしたんですけど、いや、なんだろう、足の位置が、もっとな、やればよかったですね。足の位置がね、ちょっとなんか幅が小さすぎて次に行く動作ができなかったです。まあでも、このネックロールはあれですね、なんか調子がいいというか、あとは、ちょっと滑らかにね、こう行けるように一回やってワンクッション置いてまた上げるんじゃなくって、こうキャッチしたらそのまま2回目に入るみたいな、まあね、ちょっとそこは上級者なんですけど、まあ徐々に意識して いけたらいいなと思っています。いやでも、いや楽しかったですね、やっぱネックロール、楽しかったです本当に。まあこの調子で、まあそうですね、いければなんとかいけるのかな、なんかちょっとですけどね、希望が見えてきました。まあ諦めないでやっていきたいと思います。よし、では、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。まだまだちょっと上げるときにこっち寄りにボールが行っちゃうので、なるべくボールの中心、体の中心でボールを上げるっていうことを意識しながらやっていけたらなと思います。はい、いやでも楽しかったです。やっぱ楽しいことってなんか続けることができる要因になりますよね。そうですね、いやいや、やってたらやっぱりダメだし、ただそうですね、あとは何だろう、なんか小さな発見というか小さな楽しみをこう見つけるっていうのもなんか続けるためのコツなのかななんて思います。まあ仕事でもそうですよね。いやいや、まあ、せっかく、まあ、いやいややっててもなかなかね、そんだったらやっぱり何かしらちょっとしたこう発見なり、こう楽しみとか、なんか次は何秒で少し早くできるようにトライしようとか、まあ、そのような感じでこうなんかゲーム感覚でやっていければなんか結構、同じ時間を過ごすのもなんか楽しくなんじゃないかななんて思っています。はい、ということで今日は6回か、惜しかったですね。7回行きたかったんですけど、なかなか次の動作に行けなかったっていうんですけど、まあ、また挑戦したいと思います。ではまたお会いできたらと思います。ありがとうございました。